聞いてあげて、恋愛とかで悩んでて相手の話とかも聞いて、あ、悩んでもいい人だなと思ったらしょうがないよ、でもさ、事の積み上げができない人がたくさんいるよね。あ、いますね。例えば子供がいる人で、これは子供の悩み、うん、親は干渉しないとか、これは一緒に考えてあげなきゃいけないとか、全部今は親が全部やろうとしてない。本当そうです。それ子供にとって迷惑な話でしょ。私もそのやっぱりアカデミー世代の方に講義するときあるんですけど、親御さんにやっぱり言います。そうすると親御さんのサッカーになっちゃうから。そうなんだよ、はい、っていうのは言いますね。一回ね、まあ、うちの子サッカー3人ともやってるから相談されたことあるのね、はい、お母さんに、はい、でうちの子試合に出れなくてどうのこうのってでも子供がハーフタイムの時にこんな水筒持ってね、その試合に出てた子に渡してあげてんの、お母さんと一番いい勉強してるよって出るっていうのは親の楽しみかもわからないって、うん、でも一つは勉強の場所なんだと、あなたの息子さんが一番いい勉強してるって、うん、で社会で一番役に立つようなことをしてるって、うん、あれが自然とやってるじゃないって、はい、それを褒めてあげればいいじゃん。本当そう思います。俺カウンセラーなれない。なれますね。なれるでしょ。なれます。俺もちょっと開こうかな高木豊カウンセラーみたいな。これなれますね。どうしよう、私の仕事が減るいやだけどさ、いろんな仕事があって、はい、まあ、YouTube なんかはさ、はい、人の心理、はい、例えば俺の喋り方だとか、はい、そういうことで見てくださってるじゃない、うんうんうん、ね、応援もしてくれてる、はい、それすごくありがたくて、はい、でももっと引き寄せたい、はい、やっぱこれも精神的な技みたいなのあるの。テクニックがあるとは思うんですけど、それに駆られると多分ダメになっていくと思います。それを目指しちゃう人は途中で苦しくなってくると思います。なるほど。ヒカキン知ってるでしょ。はい。ヒカキンは最初の動画で10秒ぐらいオープニングがあったの、はい、そして自分で反省してるわけ。そういう動画があるんだけど、はい、それを4秒にしなきゃいかんって、うん、これ10秒もいたら離脱していくって、うんうんうん、だから4秒でヒカキン TV って言うようにしたんだって。まずはすごい、それ合ってるでしょ。はい、ね、それで後ろの景色をもっと明るくしないと人は引き寄せられないって、うんうんうん、自分で自分の動画をこすって解説してるわけ。はい、あ、すごいですね。で話し方もつかみが大事だから、バーンと出せるようにやっていかなきゃいけないとか、そういうテクニックをちょっと理論的ですね。心理的にちょっと教えてるって。まあ俺も一応勉強はしてるんだけどね。いやいや、今のですごい勉強されてるんだなと思ってびっくりしちゃいました。いやいや、それでもやっぱ年齢的なものがあるじゃない。それはね、やめて 1,2 年の人っていうのはやっぱ数字は取れると思うよ、新しいから、うん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 、で興味もあるだろう、はい、でもその後頑張るか頑張らないかでこう離れていくと思うんだけど、うん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 、だけど俺なんかもう年だし、まあ2世代ぐらい違う野球だと思うんだよ、はい、でもそれをやっぱこう解説していかなきゃいけないし、だから若い人と接してどういう感性でものを考えてるかとか、やっぱそういうものを勉強しなきゃいけないと思ってて、うんうんうん、でもその上で数字も取っていかないと面白くなくなっていくわけじゃない、うん、だからそういうところでのアドバイスってありますかって。数字を取っていく、でもそれこそ今もうお話しされてる中にそういういろんな2世代下の人の野球とかそういうのを受け入れるっていうもう体制がすでにできてるから全然なんか大丈夫な気がするんですけど、なんかそこで自己流だけにとらわれてやっぱ受け入れ力ってどこでも大事だと思ってて、それがある時点でだっていろいろ取り入れようとしてるから、だって今のでもすでにめちゃめちゃ勉強されてるっていうのをすごい感じたので。あ、そう、はい、でも誰しも考えることじゃないかなと思ってんだけど。いや、考えない。考えないんですよ。あ、そう。結構やっぱり人間って A をやって結果が出ますってなった時に結果があんまり良くなかったと、その時に A のダメだった原因って何だろうとか、そこに立ち返らないで B やってみよう、 C やってみよう、 D やってみようって言ってどんどんダメになるっていうパターンって多くて、うんうん、だけれどもそこで A の原因なんだろうとかそういうところに立ち返っていろんなことを勉強できる人って実は少ないので、うん、まあ、そういうところでいろんなことを吸収する。少ないの、そういう人って。少ないですよ。みんなやってると思ってたよ。少ないんです。ああ、そうなんだ。だからすごいことなんです。ああ、そうなの。先生、俺のカウンセリングするとしたら
いろいろこう話をしてきて、なんか感じることってあったと思うんだけど、例えばどういうこと感じました？いや、これもう回ってるからとかじゃなくて、遠慮しないで言ってくれてもいい。いや、すごいな、すごいなって私が言うのはおこがましいんですけど、本当にすごいなと思って。何がすごいの？さっきのそのお子さんへのエピソードとかもそうだし、居心地がいい空間をすごく作ってくださると思いました。ああ、そう、はい。まあ、アドラーの心理学とかもいろいろ読んだからね、うん、俺も。いや、だから本当に勉強されてるのがすごい伝わってきて。あ、伝わる？はい。あ、そう。やっぱり経験を重ねたりとか、そういう方の中には自分の経験っていうところに焦点を置く方ってすごく多いんですよね。それはコーチでもそうだし、メンタルとかでもそうだと思うんですよ。で、医者でもやっぱり年齢重ねて経験重ねると、自分の経験をもとにっていう方がすごく多くて、その新しい知識とかそういうところじゃなくて、自分の経験っていうものをすごく優先される方って非常に多いので、そこも踏まえつつ、新しい知識も必要だよねって言って、そこも目を向けるっていうのはなかなか意外と少ないので、そういう面ではすごいなっていうふうに思いました。ああ、そう、うん、でね、ちょっと最後に、うん、はい、一番悩んでることがあって今ね、はい、勝つ野球を俺が伝えていった方がいいのか、はい、それとも今の野球、今も勝ちたいと思ってるんだけど、はい、形が違うんだよね。形が違う、うん、まあ、ちょっとねこれ説明難しいんだけど、はい、先生が今さっき言っていたように、昔の成功体験、はい、今の成功体験、昔の経験、今求めようとしてるものがちょっとギャップが出てきてるんだよ、はい、例えば簡単に言えば、はい、打球方向で言えば、ね、はい、こっちに打てばもっと勝てるのにとか、だけど今それをしない、それは難しい技術だから、だけどそこまで行ってないんだよね、その勝負の世界っていうのが、はい、で勝負の世界って俺は厳しいもんだと思っていて、はい、言えば俺が子供に言ったのは、負けるっていうことは死ぬのと一緒だと、もう恥だし、ね、その負けて悔しがらないやつなんか絶対ダメだっていう育て方をしてたわけね、はい、で今ではリーグ戦だから明日もあるじゃんみたいな、そんな感じもあるわけ、ね、はい、そういうのって今であって、昔はもうちょっと厳しかったと思うんだよね、勝負に対して。うどういうふうに俺を考えていくべきなのか、これめちゃめちゃ難しいと思います。今おっしゃってたように、私も分かる、言ってること、はい、負けて悔しいって思わないのは絶対良くないと思ってて、だからこそポジティブシンキング反対なんですよ、うん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 、だって悔しいって思わなきゃ成長しないでしょって思っちゃうので、うんうんうん、だからその一個一個悔しがるっていうのは非常に大事なことだと思ってます、うんうん、だけどもちろんやっぱり時代も違うから、うん、確かに今の若い子と、若い子というか年齢が、まだ、そっちの方が若いよね。いや、そんな若くないんですよ実は。でなってくると、感情を出さないのが割とかっこいいとか、うん、そういう子もいるんですよね。でもその、ね、やっぱプロになると、でもそういうこと話してても実はめっちゃ悔しがってるじゃんってこう多くて、うん、みんなクールだからもっと出してよって思います。その方が私は上手くなれると思うし、うん、で悔しいっていう気持ちは絶対大事だと思うので、うん、さっきの技術で言ったら、ここまでの技術ができそうな人とそこまでの技術いけなそうな人って、正直やっぱ才能とかもあるので、あるじゃないですか。私そこは多分冷静に言っちゃうと思います。でもね、昔はそれができなかったらお前はレギュラーになれないっていう言葉を使ったんだよね、はあ、で今それを使うと、じゃあ俺ダメなんだって落ち込んでる、うん、そうですね。で今一番感じるのは野球見てて、はい、高校野球なんか特にそうなんだけど、はい、1回と9回に絶対波乱が起きるわけ、まあ、絶対って言ったら変だけど、波乱が起きるとしたら本当に初回か9回に起きるわけ。立ち上がりと締めが一番難しいっていうのは誰しも分かってることなんだけど、そこで起きるっていうのは精神的に俺弱いんじゃないかなと思って、昔の人と比べると。ああ、どうなんですか、昔の人。だからそういうふうに言うと、はい、書き込みで豊さん、もう時代は変わってるよとか書かれちゃうわけ、はい、いやそれは変わってるだろうなって思うわけ。だけど昔はそこを徹底的に教育されたんだよね、うん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 、勝負事っていうのは最初と最後が一番大切だと、うんうんうん、だ最後に乱れるような精神的な弱さっていうのはそこに露呈するから、そこはしっかりしろみたいな。あ、でもその一言私別に言って悪くないと思いますけどね。よく
構思うのはなんか優しいとか楽とかそういうことがイコール楽しいじゃないので、まあそれはそうだよね。そう、それはそうなのになんかそこが結構イコールになっちゃってるというか、その例えばハラスメントとかもそうですけど、私はそういう人に教えるとかそういう立場の時に指示と支援が必要って言ってて、指示っていうのは何をするか明確に、なので時に厳しくしなきゃいけないで、支援っていうのはその人がそのスポーツをしたい気持ち、両方のバランスが必要だよねって言ってるんですけど、ハラスメントっていう言葉があまりにも世の中にはびこった結果、やっぱりこのやりたいっていう気持ちばっかり支援しようっていうところが多くて、結局指示の方が曖昧で崩れちゃうっていう人って結構多いと思ってて、うん、いいこと言うねやっぱり。よかった。いや本当に なので、ただやっぱり教育ってなったら私は指示のところもやっぱりしっかり明確に言わない限りやっぱりその人が成長にはつながらないと思うので、ただ10ゼロにしちゃうとやっぱりハラスメントになっちゃうから、そこのバランスっていうのをうまく考えて、でも時に厳しく言うことは私は必要だなっていうふうに思ってます。なるほど、今 SNS とかの書き込みで、はい、自殺する人とかたくさんいるじゃない、はい、あれはどう考えてるの？SNS 社会の問題だよね。本当にそう思います。やっぱり匿名性ってなるとリスクがある方にどんどん傾いていくっていうのはもうこれは心理学的に言われてることなので、あの匿名性っていうのはやっぱり問題ですよね。やっぱ顔が見えない分やっぱりハイリスクにどんどんなっていくし、あとはやっぱり同調圧力、どん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 同じ考えの人が固まれる世の中になってるので、そうなってくると、あ、自分が間違ったこと言ってないんだっていう風になっちゃうんですよね。やっぱりそこはすごく問題なので、この匿名性っていうところに関しては少し、まあ、今ね海外とかだとやっぱそれを発信した側、例えば YouTube だったら YouTube 側とかそういう方向に何かしらの罰というかを与えるようになってますけど、まあ、そういうところもやっぱりケアするべきだし、誰もがもちろん発言の自由っていうものはありますけど、ただ自由の中に責任をちゃんと持ってるような場所に SNS だってしないといけないなっていうのは思います。あの最後に、あの悩んでたらいけないので、はい、カメラに向かってそういう人たちに勇気ある言葉。そうですね、まあ、SNS とかの書き込みで悩んでたりとか、はい、苦しんでる人が多分いたとしたらね、はい、まあ、先生からちょっとお助けの言葉を。まずは笑顔じゃないだろうな。笑顔になれないからね。え、これすごい性格悪いかもしれないこと言っていいですか、うん、いいよ。 SNS で攻撃してくる人に対してはそこでしか言えない人たちなんですよね、まあ、実際に面と向かったら言えない人たちだから、その目に見えない人たちよりも自分の目の前にいる家族だったりとか、うん、友達だったりとか面と向かって自分のことを大事にしようって思ってくれる人たちに目を向けてほしいなって思います。なるほどね。なんか SNS ってね、いろいろ目に見えないからこそ不安が生じていろんな妄想になっちゃうんですけど、それよりも実際にだってこうして目の前にいる人、その人は自分の存在を分かって自分の性格を分かっても一緒にいて話してくれる人なわけじゃないですか。その存在の方が私はよっぽどありがたいと思うので、まずは SNS で悩んでる人たちがいたら自分の目の前にいる人を大事にするっていうことをしてほしいし、自分の目の前にいる人に一緒にいてくれることに感謝しようと思って生きてほしいなと思います。まあ何かあったらね、はい、先生のところに行ってみてください、はい、ね、こんな感じなんで、ね、こんな感じなんで、うん、あの患者さんが私 の診察室みんな楽しいって書いてくれる。なるほどね、はい、あの概要欄の方に貼っとくんで、ね、情報を得てあの先生に見てもらえばね、はいはいはい、まあでもそれ以外でも例えばちょっと落ちてるからちょっと上げるために先生に会いに行こうとか、そういう軽い感じでもいいんでしょ別に。そう、会いに行こう、まあ、カウンセリングとかもやってますし、カウンセリングとかはやってます。やってるでしょ、はい、であとは、まあ、あの SNS インスタとかツイッターとかでも割とあの選手に先生のツイッターってアホですよねって言われるぐらい言われるの。そう、あ、本当言われるぐらいアホなことしかつぶやいてないんできっと楽しくなれると思います。なるほど、はい、まあ、なかなかありがとうございました。ありがとうございました。